渡辺正と妻金の結婚写真。1883年。渡辺正9月から1922年6月15日は、クリスチャンの北海道開拓者である。妻金は、鈴木重太郎の妹である。1854年に、終わり半創術指南役、渡辺綱吉の長男として、名古屋城下の竹平町に生まれる。 1874年6月に上京し、電信技術の試験に合格する。1876年1月に、東京市芝区久保吹手町のヒュー・ワデルの私塾で聖書を学び、熟生のヨダ・ツトム・サン鈴木重太郎らと知り合った。1877年1月7日に洗礼を受ける。10月に、東京一新学校に入りワデル塾から通学した。 1878年8月に、ヨダのすすめで、伊豆の連大寺の豆洋学校の英語教師になり、1883年まで、勤めた。同年4月9日、鈴木金と結婚。その後、与田一族による結成された北海道開拓団、万世社の幹部として、北海道に移住した。1883年から、下帯広村の地で今構え開墾に従事し、 1889年に差別で牧場経営に着手した。1893年には本格的な放牧を行い、本州より実定豊吉を呼び寄せ、管理を任せ、養人として大村水の絵作、アイヌ民族の数人を使って十数頭くらいの馬が飼育し、この年から差別不都市に定住し本格的な牧場経営に専念した。 1893年に万政者を去る。1901年に差別の総大として選出され、村の世話役や地域の諸問題解決に奮闘し、1906年に乙武村が二級村になった時、第一回村議会議員になって地域の諸問題の解決に当たった。1921年10月26日、脳一血症に倒れ、 1922年6月15日、死去し、遺言により、神道で葬られた。妻の渡辺兼は、安政6年4月14日、新州上田藩市、鈴木39郎親町の長女として、江戸後弓町に生まれた。父の親町は、上田藩勘定奉行、松村近方の三男で、署名により屋女中、鈴木正の養子となり鈴木家を継いだ武士であった。 金5歳の時、判明で帰郷した父に連れられ、上田に転居したが、廃藩地県により職を失った父や家族と共に14歳で、上京。親長は、養産業を始めたが失敗し、失意の中、キリスト教に救いを求めて、従前、牧師の紹介で、横浜で日本語教師と、聖書販売を始めた。1875年、金は16歳で、 ミッションスクール教律女学校に入学し、7年間学んで英文全科と交換学科を卒業し、夫ともに北海道開拓に携わり、6人の子を育てた。ありがとうございます。